まあ、ユウ、お薬飲んでいないじゃない。ダメよ、お医者様の言いつけ聞かなきゃ。買ってくれるって言ったのに。え？一週間お薬とお注射頑張ったら、シュークリーム買ってくれるって。だからちゃんと買ってきたって。お兄ちゃんと三人で食べよ。カナメ、こっち来なさい。違うもん！これじゃないもん！前買ってくれたのがいい！綺麗で可愛いやつ！もう嫌！もう知らない！あっち行ってよ！お母様、今後のご予定なんですが。はい。辛い病気。ずっと閉じ込められて、痛い注射に苦い薬。誰もユウのことを分かってあげない。誰も味方じゃない。でもユウには俺がついてる。 お兄ちゃん買ってきたよ。お小遣いじゃ一個しか買えなかったけど、これだろ。わあ、ありがとう。わーい。今はまだ子供だからできることは少ないけど、大きくなったら騎士になるんだ。強くなって、騎士になって、ユウをずっと守ってやるからな。うん。兄さん、兄さん、兄さん、起きてください、兄さん。ユウ？おはようございます、兄さん。妹の私がいる限り、兄さんに遅刻はさせません。おう。週明け早々遅刻するところだった。ありがとな、ユウ。いいえ、兄さんのお役に立つのが妹として最大の喜びですから。でも感謝してくださるならご褒美をください。何？いつもの。幸せです、兄さん。私本当はずっとこのまま。負けません、絶対に。付き合い。練習頑張ってるか？ん？おお、今日はトーナメント形式で模擬戦か。はい、藤森がシードです。決勝まで進んだのはユウか。はい、なんだか今日はいつも以上に気合が入ってて。しかしなんだ、一番上の要とデートって。あれは僕が言い出したんだ。優勝したら要とデートってどうかなーって。シロ、藤森ユウ、ラサンブレ、ザユ、アレ。ユウ、しのぐだけで精一杯だよ。さすがにユウと藤森じゃ力の差が大きいわね。まあ、もともとユウは寸目で避ける剣筋。しかし、私とやった時より格段に反応が早い。勝負あったな。まいった。一本優勝、藤森ユウ。兄さん。要よ、相手が悪かったな。ついにユウに一本取られたな。いつも一番近くで見てきましたからね。兄さんのことは私が一番よくわかってるんですよ。俺も頑張らないとな。それに私、兄さんと、ん？兄さんとデートしたかったですから。え、あ、よし、行くか。
いやー、カップルばかりだな。私たちもきっと恋人同士に見えますよ。え、そりゃあユウは可愛いし、いい子だし、もしこんな子が彼女だったら。あ、愛してる、愛してるのよ。もう抑えられない。マリア、ヒーさん、愛してる。マリア、僕たちは両親を亡くしてずっとこの硬い中で二人きりで暮らしてきた。だからね、マリアは勘違いしてるんだよ。世界はもっと広いんだ。マリアの本当に大事な人もきっと見つかるよ。マリア、君に紹介したい人がいる。僕の大切な人だ。結婚式は街であげるけど、マリアにも出席してほしいんだ。はじめまして、マリアさん。ユウ、ユウ、大丈夫か？平気です、兄さん。気にしないでください。じゃじゃーん！お手柄だって！って、あれ、ユウは？ああ、ユウならなんだか体調が優れないそうだ。帰ってきてからずっと部屋で休んでいるぞ。兄さん。手紙？兄さん、突然のお手紙失礼します。いつも何の遠慮もなく育ってきた私たちですが、今度ばかりは勇気が持てず手紙に託しました。大切なお話があります、兄さん。今日放課後屋上で待ってます。もう私は戻ることも止まることもできません。ユウ、ユウ、雨が降ってるのに何やってんだ。また風邪ひいてしまうぞ。ユウ、ずっと我慢しようと思ってました。兄さんさえ幸せならいいと。でももうダメなんです。兄さんが他の人と結ばれるなんて耐えられない。兄さんを愛してしまったんです。兄としてだけではなく恋焦がれる人として。ユウ、覚えているか？俺は騎士になってユウを守るって言ったことを。今でもその気持ちは変わらない。いや、もっと強くなってる。ユウの気持ちを聞いてはっきり分かった。俺もユウじゃなきゃダメだ。ユウのこと愛しているんだ。ユウ。兄さん。兄さん、お願いです。一生忘れられない思い出を私にください。ユウ。兄さんの胸、温かい。ずっとそばにいて兄さんを守りたいんです。一本優勝、藤森優。俺はこのままでいいのか。俺は
考えた上でのことなんだな。はい、俺はユウへの思いも父になる夢も諦めません。ならば条件を出させてもらう。まもなく聖騎士を対象とした特別強化訓練がある。それに参加して全ての課題をクリアしてこい。聖騎士になっていないお前では1年あるいはそれ以上かかるかもしれん。本当に二人で幸せになりたいなら、要は誰にも文句を言わせない一人前の騎士になれ。はい。ジョーちゃんは要がいなくてもちゃんとエスクワイアとして活動すること、そして離れていてもその気持ちを貫き通すことだ。はい。よし。まあもともと香りを推薦するつもりだったから、ねじ込むにしても準備が必要でな。出発は明後日になるだろう。明日一日要はしっかり休んで準備しとけよ。はい。兄さんともしばらくお別れですね。悪いなユウ、しばらく寂しい思いをさせちゃうな。大丈夫です。今は兄さんとどんなに離れていても心が通じ合っているって感じられますから。兄さん。ユウ。カナメ、どうしてるかな。頑張ってるさ、きっと。待ってる人がいるからね。会いたかった。やっぱり兄さんは私の最高の騎士です。今までずっと兄さんと一緒に生きてきて私は本当に幸せです。これからだってずっと一緒なんだ。もっと幸せになれるさ、ユウ。はい。恋騎士ピュアリーキス。お幸せに。